ペドロ・アレクサンダー・フロリモン・ジュニアは、ドミニカ共和国、ラ・ロマーナ州、ラ・ロマーナ出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。MLB ・アトランタ・ブレーブス参加所属。2004年6月18日にボルチモア・オリオールズと契約して、プロ入り。2006年、参加のアパラチアンリーグの、ルーキー・キュー・ブルー・フィールド・オリオールズで、プロデビュー。33試合に出場して打率。 333、1本塁打、8打点、7盗塁を記録した。8月に A-9 アバディーンアイアンバーズへ昇格。26試合に出場して打率、248、5打点を記録した。2007年は A 級デルマーバ・ショアバーズでプレイし、111試合に出場して打率、197、4本塁打三34打点、16盗塁を記録した。 2008年も A 級デルマーバでプレイし、81試合に出場して打率、223、19打点、13盗塁を記録した。2009年はまず A 級フレデリック・キーズでプレイし、115試合に出場して打率、267、9本塁打、68打点、26盗塁を記録した。9月に AA 級ボーイベイソックスへ昇格し、 7試合に出場した。オフの11月18日にオリオールズと1年契約に合意し、40人枠入りした。2010年は A 級ボーイで開幕を迎え、37試合に出場。しかし打率は、183と結果を残せず、6月に A-9、9アバディーンへ降格。6月26日に A 級フレデリックへ昇格した。 A 級フレデリックでは62試合に出場して、打率、288,4本塁打、33打点、8盗塁を記録した。2011年3月3日に、オリオールズと1年契約に合意。3月11日に、A 級ボーイへ移動し、そのまま開幕を迎えた。A 級ボーイでは133試合に出場して、打率、267,8本塁打。 60打点、15盗塁を記録した。9月6日にメジャーへ昇格し、10日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。8番、遊撃手で先発起用され、3打数無安打3三振に終わった。4試合目の出場となった9月25日のデトロイトタイガース戦で、5回表の第2打席に、ブラッドペニーからメジャー初安打となる2.2塁打を放った。 この年メジャーでは4試合に出場して打率125に打点だった。2011年12月5日にウェーバー工事を経てミネソタツインズへ移籍した。12月12日に40人枠を外れ、参加のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ降格した。2012年は A 級ニューブリテンロックキャッツで開幕を迎え、30試合に出場。打率 283、2 28本塁打、8打点、7盗塁を記録した。5月7日に、トリプル A 級ロチェスターへ昇格。トリプル A 級ロチェスターでは83試合に出場して打率。251、3本塁打、27打点、6盗塁を記録した。8月14日に、 ツインズとメジャー契約を結んだ。その後は遊撃手の定位置を獲得し、この年メジャーでは43試合に出場。打率219、1本類打10打点、3盗塁を記録した。2013年は声優遊劇として134試合に出場し、打率221、9本類四44打点、15盗塁を記録した。 2014年2月28日にツインズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は前年と同じく声優劇手として出場していたが、25試合で打率。108まで落ち込み、5月8日にトリプル A 級ロチェスターへ降格した。6月15日にトレバープルーフが故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格。昇格後は8試合に出場したが、 11打数、無安打で、打率は令和2台となり、6月30日にプルーフが復帰したため、トリプル A 級ロチェスターへ降格した。2014年9月18日に、ウェーバー工事を経て、ワシントンナショナルズへ移籍したが、出場機会のないままシーズンを終えた。オフの11月20日に、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。二千十五年七月十二日に、 メジャー契約を結んで昇格し、同日のカンザスシティロイヤルズ戦に9番遊撃手で先発出場した。8月19日にリーフとなり、25日に参加の AA、A、級インディアナポリスインディアンスへ配属された。その後、ロースター拡大に伴って9月2日にメジャー昇格した。この年は24試合に出場して3塁打を1本放ったが打率。 0 8 7オプス0 3 3 4と大不振を極めた。盗塁は一つだけだった。守備では17試合で遊撃手を守り2失策、守備率 938DRS1 という成績を記録した。他には3試合で2類以の守備にもついて無失策 DRS0 だった。2016年4月3日に DF となり、 13日に40人枠を外れる形で、AAA 級インディアナポリスへ配属された。9月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは18試合に出場して打率。208、4打点を記録した。オフの11月2日に FA となった。2016年12月12日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は開幕から参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレー8月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは15試合に出場して打率3486打点を記録した。 オフの11月6日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級リーファイバレーへ配属された後、FA となったが、2018年1月3日にフィリーズとマイナー契約で再契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年3月16日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。この年は50試合に出場して打率。 225日本塁打、5打点1盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった。2018年11月26日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。